はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより奉納祭事文化の日は文化の根底には和の精神を始めさせていただきます。第一部は十七条憲法の世界記憶遺産登録を目指してと題して和プロジェクト大使代表宮本達彦からのご報告。第二部では立花寺ご本堂での法要と御子舞および記号の奉納となります。なお祭事中は携帯電話スマートフォンはマナーモードに設定いただきますようご協力お願いいたします。改めまして私は司会進行役の臼井哲也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに本日ご来賓としてお越しいただきました高野山幼稚園のご住職でいらっしゃる近藤行順様よりご挨拶を賜りたいと存じます。近藤様は高野山での記号の道筋を作ってくださり今でも本プロジェクトを支えてくださっています。それでは近藤様どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました近藤行官といいます。高野山の住職をしておりましてまた名古屋のお寺も持っております。これから終わったら名古屋へ帰る高野山へ帰るどちらも帰る帰るで往来をしております。この度は和プロジェクト大使の立花寺様で開催されましたことを心よりお喜び申し上げます。ちょっと話しようということでしたので挨拶も兼ねて、聖徳太子様の十七条憲法の和をもて尊しとなすというこの有名な言葉とそれから弘法大師の和をもて安らぎありというお話をさせていただきたいと思います。弘法大師様はご存知のように聖徳太子様よりも後に活躍された方であります。しかし、その志の影響は非常に大きく、お大師様の弘法大師様の言葉の中に和をもって安らぎありとそれから太子様の和をもって尊しとなす全く同じような雰囲気の言葉があります。私は弘法大師の言葉を まとめた名言辞典というものを作っておりましたその中の一つです。古来よりいろは歌47音これで、いろんな名簿を整理しておきましたね。このいろは歌パソコンなんかで検索していただきますと宇宙人が作った歌であるあるいはキリストさんが作った歌であるというようなところまで、ね、出てくるんです。これは弘法大師空海様の作品であります。これをこれからちょっと説明させていただきます。皆さんいろは歌47言えますか。全部いろはにおえどちりぬるを我がよタレザン我が世たれぞ常ならん海の奥山を越えて浅き夢みじ永もせず、はい、言える方はお年寄りです失礼文化人です言えない人は若い証拠ですね。もうこの頃この歌ほとんど言えなくなってしまったんです。ところがこの歌はですね不思議な歌でありまして、いろはの無常を七五七の和歌で作ってあります。そして同じ言葉を一遍も使ってないです。一回だけ47枚のカードを出してそしてあれこれこれやと操作してできた作品ですね。そして、中に仕掛けが2つしてあります。
一つは7音ずつを拾うと、ちょっと色が見にくいですけども、紫色のとがなくてしす、こういう暗号が出てきます。7音ごとに出てきますね。罪とがを作らずに死ぬることができる。この精神でもって赤穂浪士47名が編成されて、いろはの発表を着て江戸に走り、そして、主人の無念を果たしました。あの忠臣蔵で有名な話ですけども、都がなくて死すという、その当時の人はね、あのこのいろは歌の暗号をしておったんです。ですから発表にいろはの47人が走っていって、そして、幕府は世の中を乱した不届きな事件であるということで腹を切ってもらおうということですね。で、まあ赤穂浪士47名も腹を切るつもりで江戸に走ったんですね。まあ、このようにですね、弘法大師の言葉暗号をですね、都がなくて死す、その勢いでやった事件ですね。それからいろは歌は四句なっております。四句の頭、これを元の漢字に変換しますと、いろはのいは以上のいです。ろは風呂敷のろ、口書いて、のを書いて口、ろ。いろはは山水の川ですね、はとばの葉です。このように、日本人独特の文字を弘法大師は漢字を崩してひらがなが考案されました。それ以来日本人はこのひらがなのおかげで、読み書きが自由にできるようになりました。そのいろはの頭、元の字に変換しますと、以上のい、二行目は我が世を垂れぞの和は平和の和です。ウイの奥山のウイというのはあるという字ですね。ウイ、ある。仏様の世界は無為です。我々のウイの世界は仕事をしなければならない、なすことがある世界、これがウイです。仏様は何にもしなくても自分の思うように環境を変えていくことができる、無為と言いますね。まあ、我々の世界はウイです。ウイの奥山のウイです。が最後、朝日夢みじのあは安心の安です。まあ、このようにですね、元の漢字に変換しますと、和をもって安らぎあり、和をもって尊しとなすという、聖徳太子様のその十七条憲法の第一番目のこの言葉を弘法大師は常に胸に深く刻まれておったと思うんですね。まあ、このようにこのいろは47音カードを広げて七五調の和歌にし、暗号を作り、ね、やるのによっぽど時間がないとこんなんできないですよ。コンピューターでも多分できないと思います、これは。しかし弘法大師は瞑想の上でカードを操作してこの作品を作られたと思います。ちょっと人間の頭では作れない歌です。これは大変な歌なんです、これね。それを今の日本人はもうどん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 と忘れて捨てかけている大変な文化財です、これね。で、まあ、このことで、この中には聖徳太子様の気持ちも込めて弘法大師様が瞑想の上に作られた作品であります。まあ、以上ちょっとお祝いの言葉になったんでしょうか。まあ、お大師様とそれから聖徳太子様の接点をちょっとお話をさせていただきました。ありがとうございました。近藤様、誠にありがとうございました。では続きまして、実聖坊ご住職の中島恵瑞様よりご挨拶を賜りたいと存じます。中島様は比叡山、四天王寺、寛永寺、浅草寺への奉納の道筋を作ってくださいました。それでは中島様、どうぞよろしくお願いいたします。はじめまして、私、滋賀県の大津市にあります坂本というところから寄せていただきました。
実情報の住所を差し入れてます中島と申します。よろしくお願いいたします。ご存じの皆様の前でこうしてお話しさせていただくというのはちょっと大変恐縮なんですが、代表宮本さんから、一言出会ったところのあたりからお話しようということで、このような場に出させていただいております。私が初めて、今のこの宮本さんとお会いさせていただいたのは、突然のお電話とそして突然の訪問ということでですね、どのような形で進められているのかなと。でワープロジェクトだということで、私は以前大阪の四天王寺でも働いておったことがありましたので、和をもってタッとしなすということをおっしゃっておられたので、何か私にご縁のあるお話かなと思いまして、アポイントメントを取らせていただきまして、お寺の方に来ていただきました。でお寺へ来ていただきますと、この今のような大変すがすがしいお顔でですね入ってこられまして、目には大変勢いのあるもう清らかな目をされておりましてですね、逆にその方が怪しいなと何か企んでおられるのではないかなと。で、よくお話を聞かせていただきますと、この和を持ってたとしますこれをですね、書家の先生を持ってですね、その場で書を書きまして、そして、世界平和を願いたいということで、大きくこうおっしゃいましてですね、私も初めは、うちのお寺でやっていいものなのかなと、半信半疑のうちに一番最初はちょっとお断りをさせていただいたような形になりましたが、その後やはり何度かお会いしているうちに、いやこのお気持ちは本心ではなと、何もこの欲ではなしに無欲、私自分のためではなしに人のため、また世界のために本当に本心から思っておられるなと。私のお寺は無欲清浄専門念仏といいまして、もっぱら新世聖人の教えは欲を出さずにですね、でもっぱら念仏に励むと。ですからうちの本堂では24時間、48日間で別に念仏税というのがありまして、48日間24時間ずっと南無阿弥陀仏と言って鐘をカーンと鳴らすんですね。でその無欲の精神で、いやこれは何かのご縁だよなということで、まず最初は私のところでしてくださいということで、うちのお寺でしていただきました。で私はただ小さい頃からその坂本という町で育っておりますので、同級生また一つ二つ上の方々には比叡山延暦寺の僧侶または三井寺の僧侶という形で、滋賀県の大津市には、天台の本山が二つあるんですけれども、その延暦寺の一山住職と大変仲良くさせていただいておりましたので、宮本先生にちょっと延暦寺でも書かれてはどうやという提案をさせていただきました。で私が言いましたところ、快く一応延暦寺の僧侶の方が受けていただきまして、そこから宮本さんが今度はやはり和をもってたっとしなすと、四天王寺で書かせていただきたいということで、大阪の四天王寺で書いたようになりました。しかし延暦寺にしかり四天王寺にしかり、突然行ってなかなか OK がもらえるようなお寺ではございません。当然今回、高野山のご住職もお見えになっておられますけども、そういう本山ではなかなか急に行って急にやらせてください、お願いしますっていうことにはいかないので、いろんな形でこうつてがあり、また会議でかけて、それから何度も会議のかけた上で、ではこの人ならいいであろうということで、本堂でお書きくださいということでなっていくんですけども、またこの四天王寺も私はご縁があったので、なんとか四天王寺の中心の方にこういう方であるので、なんとか実現させてもらえませんかということでお話を持っていきましたところ、心よく3度ぐらいは多分かかったと思いますけれども、最終的には四天王寺も OK をいただいた。でこれでこれからはもっともっと広げていっていただきたい、私もそういう気持ちがありましたので、今度は宮本さんからまた今度、東京のですね浅草浅草寺と、
また大きく出られたなと思ったんですが、東京進出も大切だなと思いましたので、私は浅草寺には知り合いがおらなかったんですけども、その近くの、何でしたっけ、寛永寺さん、寛永寺さんにはご住職をしておりましたので、その日にすぐに電話をかけまして、こうこうこういう方がおられるので会っていただけないかと言いましたら、でも延暦寺で書かれたということは大丈夫ではなということで、まあお電話をまずしていただきました。すると、もう早速アポイントメントを取って、もうすぐに東京へ宮本さんが行かれたんでございます。で、その寛永寺からまた浅草寺へという形で、これ本当に輪を持ってタッとします。輪でつながっているようにどんどんこれが広がっていきました。で、私が素晴らしいと思ったのは、宮本さんは必ずご自身で自分の足でですね、どこへでも行かれまして、熱心にお話を、私が30分しか時間がないと言っても1時間2時間とお話をされます。まあ、その熱意がですね、多分いろんな各寺院の皆様の心を打ったんだと思います。で、それにはとどまらず、世界各国にまで今広がろうとしております。私は宮本さんのこのお気持ちが本当に、まあ、比叡山延暦寺でいうところの一隅を照らす、まあ隅々までそういう光が照らされる、また仏教のシンボルマークとしては天宝輪というこういう輪がございますけども、この輪は牛車の車輪ですね。この仏様の教えが隅々までくるくる回ってですね、どこも逃すことなく仏様の教えが広がっていくという、これが仏教のシンボルマークになっておりますけども、これも輪でございますので、やはりこの輪の精神というのは私は素晴らしいものがあると思います。私はこれからぜひ全世界全宗教にこの和の精神をお伝えいただきまして、一度宮本さんにちょっと提案したことがあるんですが、私は世界平和を願っていつかは、まあいろいろな、このお寺にも鳴り物がありますけども、鐘とかそして鐘とかいろんな鳴り物があります。で、いろいろな、まあ、キリスト教でも、まあ、鐘がね、こうカンカンですかね、なりますけども、私はこの世界平和の日をね、一日決めていただいて、全世界で一斉にこの鳴らすというかね、響きを、やばい、聞いていただく。そうすると、音が鳴っていると、あ、なぜこんな時に盆鐘が鳴っているの？なぜこんな時に鐘が鳴っているの？と思った時に、いや、これは世界平和の鐘で、このワープロジェクトから広がった、この和の鐘ですよという形で、いつかこれも実現していただけたらなと思っておりますので、ぜひこれからもその熱意を持ってですね、清らかな目で進んでいっていただきたいと思います。本日は本当にこういう大変貴重な会場に呼んでいただきまして、誠にありがとうございました。これからまたどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。中島様、誠にありがとうございました。では続きまして、和プロジェクト大使宮本代表からのご報告に移ります。それでは宮本代表、よろしくお願いいたします。和プロジェクト大使の宮本でございます。本日は遠路よりお越しいただき誠にありがとうございました。また、近藤先生、そして中島先生も素晴らしいお言葉を賜りまして、恐縮至極感激いたしております。まあ、今回は、ご住職方に、ご挨拶をお願いしたんですけれども、こちらには、神主様、道明寺天満宮の南坊城名誉宮司、そして奈良県護国神社の宮田宮司様、
にもお越しいただいております。先ほど中島様から、開催に至るまでのエピソードをお聞かせいただいたんですけれども、神社の方につきましても同様のいろいろな道のりがございまして今に至りました。今日はですね、今から約40分ほどかけまして、なぜ私がこの活動を行っているのか、そしてなぜ十四条憲法を世界記憶遺産に登録したいのか、改めてこういうお話をさせていただく機会って意外となかったかと思いますので、少しお時間を頂戴してですね、皆様にお話しさせていただきたいと思うんですね。で、今日はご承知の通り11月3日文化の日でございます。文化の日、日本の文化すなわち和文化ですね、その大元に何があるのか。実はこの間の9月21日には全国49の護国神社、そして広島長崎の平和公園、そして東京の靖国神社で平和祈祷を行ったわけですけれども、今年初めてメキシコでも行ったんですね。で、メキシコで行うにあたって、日本メキシコ協会という そこの会場で行ったわけですが、事前に現地スタッフとミーティングを行ったんですね。で、現地スタッフの方々はメキシコで日本語学校の先生をされていたりとか、お茶、お花、お習字の先生をされているわけですね。つまり和文化ですね。ところがそのミーティング打ち合わせをしている中で、そもそも和文化の和っていうのは何なんだと、そういうところになると、いや実はメキシコでお習字とかお花とか、お茶とか教えてるんだけど、その和っていう漢字のところについて実は説明があんまりできないですというふうにおっしゃってるんですよ皆さん。そこで私なりに、まあ私は実はこう考えてるんです、この聖書を世界に広めようと思ってるんですってことをお伝えしましたらですね、あ、そういうことでしたか、腑に落ちました、じゃあこれからお茶お花のね生徒さんにこの話もさせていただきますという、そういうやり取りをズームでいたしました。実はこの話もちょっと今からご紹介をさせていただきたいと思うんですね。和食、和服、和歌、和菓子、日本の文化を表すときに和という漢字を使います。日本そのものを表すときにも和というふうに言います。いつからなんだろうというふうにずっとたどっていけば、1400年ほど前の聖徳太子が表した十四条憲法、その第一条が和をもって尊しとなす、つまりあの文言によって日本人のあるべき姿、日本という国のあり方、すなわち日本のアイデンティティがあそこで示されたわけですね。そのぐらいに大事なもので、も今やこの日本のアイデンティティ、日本人のアイデンティティを示すこの和の精神というのは、日本だけではなくて世界の人々に必要とされている思想ではないかと、そう私は考えているんですね。例えばイエス・キリストが説いた愛、これはクリスチャンのためだけの教えではなくて、人類にとっての尊い教えです。ここに来なきゃいけないんだ、すいません、これがあるからね。あるいは数学のゼロという概念がございます。数学のゼロ、数学のゼロという概念はインド人が発見したというふうに世界史では習うわけですけれども、あの数学のゼロという概念が発見されたからプラスとかマイナスという概念も生まれたし、そのことによって数学というものが飛躍的に発展したし、数学が発展したおかげでこの科学文明がわーっと発展したわけですね。ではその数学のゼロ、インド人が発見したゼロはインド人のためだけのものかといったら、やっぱり人類にとっての尊いものです。イエスの説いた愛と同じく数学のゼロ、このように日本の和の精神というのは日本人のためだけのものではなくって、これから人類にとって本当に必要になってくる思想だというふうに私は思っているんですね。
ではその和の精神とは何か。例えば2019年に私はフランスのパリに行って、まあ拙い英語で現地の人に和の精神について説明をしたわけですね。だからといってその抽象的な和なんだよ和なんて言っても向こうはさっぱり理解できませんからね。だから西洋の人にご理解いただけるようにってことで、私なりの考えで日本語で言うと3つのキーワードにまとめたんです。その3つのキーワードというのが、ちょっと待って、はい、循環、調和、寛容。循環と調和と寛容、この3つの言葉を一言で言い表しているのが和なんですというふうに説明をしているんですね。それはどういうことか。この自然界が見事に調和が保たれている、なぜだろうとずっと深く見ると、この自然界を深く見るとですね、全ては循環してるんですね。例えば水が蒸発して雲になって、雲が雨を降らせ、雨が川海の水となって、再び蒸発してと水は循環してます。あるいは食物連鎖、肉食動物が草食動物、草食動物が草木を食べというふうに、やっぱり食物も食べ物も循環しています。ミクロの世界で見たら分子原子の周りを電子がくるくる回ってるし、マクロの世界で見たら太陽の周りをやはり地球が回っているというふうに、ミクロからマクロまでこの自然界は深く深く見つめると循環してるんですね。なので調和が保たれていると。循環と調和、お分かりいただけますね。3つ目の寛容、これはどういうことかという話をする前に、この和の精神というのはどこから生まれたんだろうって言ったときに、まあ1400年前に和をもって立とうしとなすと申しましたが、それ以前から私たち日本人というのはいわゆる自然崇拝の民だというわけですね。自然崇拝、自然崇拝、あ、ここにこう来るんだ、自然崇拝、崇拝、この言葉に僕たちはつい惑わされてしまいがちなんですが、自然崇拝というのはただ自然を崇めるとか自然を恐れるとか、そういうことじゃないんですよと。つまり世界中大元は、ね、ネイティブアメリカン、ケルト民族、アボリジ、自然崇拝から大体スタートしてるじゃないですか。じゃあ彼らはただ自然を恐れていたのか、ね、そういうことじゃなくて、自然から人としての在り方、人生の歩み方、自然から学び取る、自然の摂理、自然の法則から人としての生き方を学び取る、これが自然崇拝だと思うんですね。ただ恐れるとか、ただ怖がるとか、崇めるじゃないんですよね。ところが崇拝って言葉に僕たちはうっかりすると、そのイメージでね、ただ怖がってるっていう、そういうことじゃないんだと。自然崇拝っていうのはこの大自然から人としての生き方、人生の歩み方を学び取るという中での循環、調和、そして寛容とは何か。美、美しさの美ですね。人間の作った美っていうのは何だろう。これは例えとしてお聞きください。人間の作った美っていうのはある意味で美しいものだけを寄せ集めたのが人間の作った美です。人工的な美っていうのは。対する大自然の美って何だろう。大自然の美、近づいてったらうんこもある、動物の死骸もある、汚いムカデ、ゲジゲジ、バッチリものもいっぱいあるですね。つまり大自然の美というのは美しいものも汚いものも全部それを包み込んで、そこに対極的な陰陽の美しさ、そして人工的な人間の作った美と大自然の美を比べてみたらどうでしょうか。
すべての人と言っていいでしょう。人間の作った美なんて所詮大自然の美にはかなわない、圧倒的に大自然の美しさってわけですけども、でも大自然の美ってよく近づいてったら美しいものだけじゃなくて汚いものいっぱいあるんですよ。でもその美しいもの汚いもの両方包み込んで、そこに対極的な陰陽の美しさ、そしてこれは人間の作った美しいものだけを寄せ集めたもの、とてもかなわないんです。この寛容の精神というのはある意味でその大自然の美しいものも汚いものも全部包み込む、その上でという話に通ずると思うんですよね。人間社会においても私たちはどうしても自分のと価値観の合う人、気心の合う人とだけお付き合いして、そうじゃない人に対しては場合によっては排他的になって、あの人とは考えが合わないとかって言って付き合わないってなるじゃないですか。拒絶するじゃないですか。日本人は結構いろんな民族の教え、宗教、文化どんどん取り入れてるじゃないですか。まあ文字でもひらがな、カタカナ、漢字、ね、もう英語、ね、いろいろ入ってくるわけですよね。身につけてますよね。大陸からいろんな文化を吸収するわけですよね。そこで独自の文化を作ってるじゃないですか。それはですね、排他的じゃないからですね、寛容の精神なんですよ。つまりもう一度言います、循環、調和、寛容、この3つの言葉を一言で表しているのが和なんですというふうに私は説明しております。そしてこの精神はいよいよ日本人だけじゃなくて世界の人々にとってのとても大切な思想になってくるだろうというふうに私は強く感じているんですね。なぜそう感じているか、今私たち人類の文明はものすごく発展しました。そんな大して変わらない変わらない変わらないところが急にブワーッと発展したんですね。そしてそれこそ蒸気機関車、産業革命、車が走り、飛行機が飛び、ロケットっていうふうに急にブワーッと発展してるじゃないですか。あんまり変わらないずっと文明だったのに急に、いつから急に変わり始めたかって言ったらフランス革命なんですね。このフランス革命がきっかけです。そこでフランス人権宣言っていうのがなされたんですね。フランス人権宣言、フランス人権宣言で人は法の名のもとに平等なんだと、自由があって、自由、平等、基本的人権、つまりフランス革命以前はこういうものはもうなかったんですね。このフランス革命が起こり、そこで人権宣言、フランス人権宣言というのがなされて、そこで自由、平等、基本的人権、人は法の名のもとに平等。ですから近代国家の憲法は大体この精神が土台になってますよね。そこからブワーッともう西洋中心に文明発展しましたと。ところがところがところが、どうもそれだけでは行き詰まってるんですね。限界に来てるんですね。戦争をビジネスにする自由まで相変わらず許されてるし、世界的な格差社会はますます広がってるし、つまり自由主義っていうふうに言ってたのが、もう昨年末トランプ大統領ね、いろいろとごねて、それでトランプ大統領を支持する人たちがですね、米国議事堂に乱入するという出来事がありました。僕はあれテレビのニュースで見たときに、ハリウッド映画みたいだなと、現実にあんなことが起こるんだっていうぐらい相当インパクトありましたね。多くの方々がなんじゃこれはって思ったと思うんですよ。でもあれはある意味で自由主義の限界を表してるんですよ。
米国議事堂というのは自由主義の象徴みたいなところですからね、そこがあんな風になってるんですよ。どうも確かに西洋の導き出した自由、平等、基本的人権、それに牽引されて文明はここまで栄えはしたんだけども、どうも行き詰まってる、限界が来てるみたいだと。西洋の思想だけではやっぱり限界があるんじゃないかと。そこで西洋だけではない東洋、その中でも極東と言われているこの日本の、消しましたけども、循環と調和と寛容、そしてこれは大自然の法則、大自然の摂理から導き出したものなんだと。西洋の自由と平等は素晴らしいんだけども、それだけだったらどうも行き詰まってるね。自然の摂理から導き出された循環と調和と寛容、これと融合させることによって初めて人類は次のステップに行けるんじゃないかと。真の平和な世の中、幸福な社会、そう私は確信を持ってるんですね。どうやって日本の平和思想、和の精神を世界に発信できるだろうかと、まあ考えた末に今の和プロジェクト大使に至ったわけですけれども、具体的に本当に世界に平和をもたらしたいと心から思ってるんですね。最近僕は恥ずかしげもなくこう言ってます。宮本さん、この活動何のためにやってるんですか。人類の憎しみ合いと戦争の歴史に終止符を打つためですと。人類の憎しみ合いと戦争の歴史に終止符を打つため、そのために私は生まれてきて、そしてそのためにこの活動をやってると僕はそう信じていますと。最近は結構恥ずかしげもなくも言い切ってるんですね。でも心から本当にそう思ってるんです。じゃあここから先具体的にどうやって話を進めていくかって言った時に、具体的な考えがございますので、それを皆さんにご報告したいと思ってます。2030年、つまり今から9年後です。9年後、2030年といって、あれのことかなと倉島住職あたりはおっしゃるかもしれない。SDGs ね、最近よく聞きますよね。つまり国連が言い出したものですけども、人類が今までの調子で開発とか今までの調子でやっていたら、もう地球はダメになる、潰れてしまう、人類も滅んでしまう、なんとかしなきゃいけないと。もうそんな悠長なこと言ってられない、もう先発待ってるんだと。だから2030年までに17の達成目標を掲げて、それを達成しないことにはもう地球も人類もやばいよと言われている。それが SDGs なんですね。不思議ですね。17条憲法、 SDGs も17の達成目標、ついでに言いますけども消しましたが、フランス人権宣言も17の項目なんですよ。そこに意味があるかないかは分かりませんが、不思議な数の話なんですね。まあ、とにかくSDGs 達成目標は2030年、このまま放っておいたら人類は滅んじゃうよ、地球がもうダメになっちゃうよ、その17の達成目標を深く深く分析して調べてみたら、実は先ほど私が申し上げた循環と調和と寛容の精神なんですよ。詰まるところ和の精神なんですよ。だから国連もね、なんとかしなきゃいけないって言ってね、いろんな
項目掲げてるわけなんだけども、その根っこにあるのは和の精神なんですよ。ある意味でその一番スピリッツの部分、それは1400年前の日本の和の精神ともうイコールなんですね。なので先ほど申し上げましたフランス人権宣言、それによって自由と平等という話しましたね。さらにその元になっているのがイギリスのマグナカルタなんですね。イギリス大憲章っていうね、実はイギリスの大憲章マグナカルタもフランス人権宣言もどちらも世界記憶遺産に登録されてるんです。登録されてるんです。そこでこの2030年に合わせて、いよいよ今度は自由と平等だけじゃなくて日本の循環と調和と寛容の精神、和の精神が人類にとって必要でしょって言った時に、それも世界記憶遺産に登録すると。いつ登録するかって言ったら SDGs の達成目標の年に、そのスピリッツの部分として17条憲法を世界記憶遺産に登録したいと、そう実は考えてるんですね。9年後です。で来年の秋にそれを達成するための実行委員会を立ち上げようと思ってるんですね。具体的にちなみに今ちょっと倉島住職と目があったんで皆さんにもね裏話しますけども、僕もともとここで偉そうに SDGs なんて言ってますけど、 SDGs のことなんてね何も知らなかったんですよ。で、ね、倉島住職のところにご挨拶行った時に、ああそういうこと考えてるんですかって言った時に、ところでね宮本さんって言ってね、うちの仏教界のことも、こういう取り組みをしてるんですよって言って、そこで初めて SDGs のことをお聞かせいただいたんですよ。で僕はねああそうなんだ、まだピンときてなかったんですね。まだただああそういうことがあるんだってありがたいね、アドバイスいただいて、それからちょっとずつちょっとずつ僕も SDGs について学んでったら、今皆さんにご紹介するようなことが分かってきて、さらにあこの17条憲法とリンクするなってことも分かってきて、今こうやって皆さんに発表させていただけるところにまで至ったんですね。で来年の秋に実行委員会を立ち上げます。でこれまでご縁をいただいた、神社お寺、ぜひぜひ、協力していただきたいと思ってるんですね。協力していただきたい。具体的にどのように協力するか、協力団体として神社お寺に、ね、協力団体になっていただく。お金出してください、よろしくお願いします、じゃないですポスターを作るんですね。大きなポスターを、17条憲法世界記憶遺産に、それだけのメッセージのポスターうちで用意したら、神社会ドンと、仏教会各宗派の本山にドンとお送りします。そしてそこからそれぞれの末寺とかね神社に配布していただいて、境内に掲示していただけませんか、境内に。そうすると日本の一般の参拝客、観光客、どこの神社行っても、どこのお寺行っても十四条憲法世界記憶遺産にっていうポスターを見ることになるんですよね。毎年ポスターを変えていくんです、メッセージを。日本の誇り和の精神を世界にとかね、というふうにして9年かけて日本人が自分のアイデンティティに対してプライドと誇りを持っていただけるように持っていきたいんですよ。ちなみにね、アメリカのことを言いますと、皆さん自由の女神像って誰でも知ってますよね。もう一つ、リンカーン大統領、知らない日本人おそらくいないんじゃない、名前ぐらいは知ってると思うんですよ。我々日本人ですけどね、歴代の天皇の名前言えるかって言ったら、まあ言える人って少ないと思うんですね。総理大臣だって少ないでしょ。よその国の大統領、リンカーン大統領、なんでみんな知ってるんですかと。アメリカっていうのは自由と平等、それを旗印に掲げている国ですね。自由主義、その象徴があの自由の女神像です。
平等主義、その象徴がリンカーン大統領ですね。奴隷解放やったから。つまりアメリカという国は自国民に対してもちゃんと自分たちのアイデンティティを伝えるし、世界に対してもうちの国はこういう国なんだってことを発信して、自由主義のリーダーとしてのものすごいプライドと自負があるんですよ。よくも悪くもそれで世界を引っ張ってきたんですよ。私たち日本人はそれと同じような感じで自分たちのアイデンティティ言えるだろうかって言ったら、いやもやもやもや、むにゃむにゃむにゃだと思うんですよね。これからの世界、国際社会を生きていく上においては、しっかりとしたアイデンティティすごく重要になってくると思います。これから外国の方が、まあ、今コロナですけど、コロナが落ち着いたら日本にどんどん外国の方がいらっしゃいます。再びなぜかと言ったら、猛烈な勢いで今日本の人口が減ってるわけですね。例えて言うと、従業員100人の工場、従業員100人の工場がありました。何らかの事情でその従業員がどん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 数減って5人になっちゃった。いくら効率化、ね、機械化を図ったところで、やっぱり従業員入れて補うしかないじゃないですか。日本という国が今猛烈な勢いで人口が減っていってるんです。私はこのワープロジェクト大使という活動を通して、全国に挨拶回りとかさせていただきました。するとね、ただ挨拶回りとは別のものを感じたんですね。言葉で聞いてる人口減少を実感として肌で感じるんですよ。ものすごい勢いで人の数が減ってるんですね。もう随分前から地方の商店街はシャッター街になってるって言われてますね。そんなんじゃないですよ。日本全体が今猛烈な勢いで寂れてってるんです。日本全体が猛烈な勢いで寂れてってるんです。人口がどんどん減っていくと、なんで寂れるんだろうと思った時に、空き家住宅、空き家問題って、これまたよく言われてるでしょ。人が住んでる家はいいんです。ところが人が住まなくなったらどんどん傷んでいくっていう話よく聞きますよね。人が住まなくなるとどんどん傷んでいくんですよ。なぜだろう。人のやっぱり気っていうエネルギーがあるかないかは大きな違いなんでしょうね。だから人が住まなくなるとどんどん廃れていく、荒れていく。日本全体が今そういう状態になり始めてるんですよ。日本全体が空き家住宅化してるんですよ。なんとかしなきゃいけないんですよ。でも例えば今から500年前の日本と今の日本、人口で言えばいくら日本人の数が減ったとはいえ、500年前に比べたらめちゃめちゃ人口多いじゃないですか。なのにこの廃れた感は何なのって言った時に、こういうことなんですよ。今象徴的なことで言うと、100円ショップありますね。大量生産、100円で何でも手に入る。僕もとても利用させてもらってます。それは置いといて、昔はね、人々が、職人さんが丹精込めてそれ品物を作ってたわけですよ。つまり気持ちを込めて一つ一つ作ってたんですよ。ところが今は大量生産で大量消費だから、そこに気持ちはこもってないじゃないですか。物だけの話じゃないんですよ。どんどん時代が移り変わってるから、ものすごいスピードだから、気持ちを込める間もなく次に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 って言ってるんですよ。なので木っていうものがこの国自体に昔のように入ってないんですよね。昔は人の数が少なかったとしても、そこに木っていうのが入ってたんですよ。一つと一つのものにも気持ちを込めて作ってたし。ところが今は違うから、そこに人が減っていくから猛烈な勢いで廃れていく感じがすると僕は感じました。だから気持ちを取り戻さなきゃいけない。気持ちを取り戻すっていうことは、それこそ志って言葉に置き換えることもできるかもしれないし、あるいはこの社会に対して、世の中に対して、あるいは自分の人生に対してもっと気持ちを込めて生きる。それをしないで
なんかどん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 時代が移り変わって気持ちを込める間もなく時間ばかりが過ぎていくと、もうえらいことになると思ってるんですね。だから気持ちを取り戻すためにも、日本人のスピリッツは何だったのといった時に、1400年前の聖徳太子が表した十七条憲法の第一条は、表たっとしとなす、これが大元じゃないの。これは聖徳太子のその精神は別に宗教関係ないですね。聖徳太子は仏教を広めたというふうな、ね、感じで習ってますけども、日本という国の礎を築いたのが聖徳太子ですから、全ての面において。だから神社界にも仏教界にも日本人が心を取り戻すために協力してもらいたいんですね。それが来年の秋に立ち上げる実行委員会なんです。で、あと10分の間に、近況報告というか、これから僕の考えていることをお伝えしたいんですけども、この間の9月21日靖国神社に5カ国の大使がお見えになりました。皆さん全員にその式次第の中にポストカード入ってますね。そのポストカードは実は靖国神社で各国大使の皆さんが寄せ書きのように平和のメッセージを書いてくださって、最後に集合写真撮ったんですけども、これはもうきっと5年10年経った時に記念になるだろうと僕は信じてですね、これ貴重なものだからって言ってね、ポストカードにしたんですよ。約160カ国の大使館が東京にあるんですね。神社会、仏教会にも私はもう皆さんご承知の通り、ご挨拶で突然電話して、突然ねあれして開催ねするようになったわけですけども、次は世界だってことでね、もうコロナで世界に行けないんだったら日本国内の国内にちょっと順番に行こうって言うんでね、160カ国の各国大使に案内状を送ったんですよ。このプロジェクトのスタッフの皆さんのご協力をいただいてですね、どうやって大使に、来ていただこうかなと。来ていただくとどこに、9月21日国際平和で、この日に東京の靖国神社で書道家が平和のメッセージを書きますと、ぜひ見に来てほしいと。で、一緒に、平和のメッセージを寄せ書きしてほしいってお願いしたんですよ。160、170の各国大使に案内を送りました。返事来るかな、そもそもとね、相手にされないかなって、結局10カ国ぐらいからね来ました。スウェーデンからもね、すいません参加できませんって、断りの返事だったんだけど、めちゃめちゃ嬉しかったですね。お、返事が来たと。スルーされなかったと。こっちはだって政府関係でもなければね、大企業でもなければ、本当に名もなき一般人がね、大使に来てくれっていうわけですからね相手にされなくて当然なのに返事来たんですよ。そうこうしているうちにパタパタパタ と、どういう内容でですか、具体的にもうちょっと教えてくださいなんてね。で、まあ最終的に7カ国が参加予定だったんですよ。ところが当日、緊急会議とか入ってこれません、ごめんなさいっていうのがあって、結局5カ国だったんですよ。で、その中のお一人が、サンマリノ共和国のマンリオ・カデロ大使なんですね。この方は駐日外交団長と申しまして、東京におられる各国大使の団長さんなんですね。ですから新しい大使が日本に赴任してきたら、まずカデロさんのところにご挨拶に行くんですよ。それから天皇陛下にご挨拶に行くんですよ。まずカデロさんにご挨拶に行って、日本での大使としての心得みたいなレクチャーがあるんじゃないですかね。それから陛下にご挨拶に行くっていうぐらいのカデロ大使なんですよ。そのカデロ大使がですね、この間の9月21日は来賓挨拶をしてくださったんですね。そして来賓挨拶をしただけではなくって、宮本さん、来年はね、もうチラシ作りから私参加しますからって、そのぐらいの勢いでね、この活動に参加してくださって、直接各国大使に僕の方から声掛けしますって言っていただいたんですね。うん、だからね、面白いですよ。ちょっと余談ですけどね、宮本さん頑張ったね、
160カ国、170カ国の大使に案内を送って、まあ、5カ国、7カ国から、ね、参加表明あってよかったねと、いや、もう僕はすごく大満足ですって言ったら、いや、大満足してもらっちゃ困るよ、東京には何カ国大使があると思ってんの、そんな5カ国、6カ国で満足してもらっちゃ困るよ。ところで、大使に案内を送ったときに、その先どうなってるか知ってる、いや、詳しくは知りませんけど、まず秘書がそれを受け取るんだと、秘書が。ね、で、秘書が受け取って、ああ、なんかこれはちょっと宗教臭いなと思ったら、ちょっとどける。ちょっとこれ、めんどくさいな、ちょっとよくわからないな、どける。もう一つ、これを受けたら、私の仕事が増えるなと思ったら、これも外すような秘書もいるんだよっておっしゃったんですね。でも来年は僕が直接大使に言うから、秘書じゃなくて直接大使に言うから、だからもうたくさん来てもらいたいということをね、信じて、僕が予想しているのは、来年は50カ国ぐらいの大使が靖国神社に来てもらえるんじゃないかなと、そのつもりで準備もしなきゃいけないかなと思ってるんですよ。で、50カ国の大使が来られて、それが、定着したらどうなるか、もう先のことまで考えてるんですね。で、その前に、なぜ靖国神社なのかっていう話なんですよね。それはですね、世界に対して和の精神、日本の平和な思想を広めたいと心から思ってるんですね。こういう素晴らしい平和思想を我々の国は持ってるんですよ。ところがね、残念なことに、やっぱり何かあったら世界の人々って言うんですよ。日本ってそう言うけど、今から75年前、80年前、何やったか覚えてないの。つまり軍国主義っていうレッテルを貼られてるんですよ、レッテルを。で、その象徴がある意味で靖国問題じゃないですか。だからこの靖国問題というアキレス腱をなんとか解決しないと、日本の和の精神を世界に対して発信しようと思っても必ずどっかでね、限界が来るんですよ。それ解決したいんですよ、ね。で、僕は全国の護国神社で9月21日に奉納祈願をしております。今から17年前には、戦後60年の時です。国書刊行会からこの国は愛するために靖国と本まで書かせてもらってるんですよ。あの時も80社の出版社に原稿を送りましてですね、79社に断られたんですよ。それでもこれ出さなきゃいけないと思って、80社目に、しかも終戦記念日の1ヶ月前、つまり7月15日に国書刊行会の社長から直々に宮本さんのお考えを世に出してみましょうとなって、8月1日、つまり2週間後にですね、全国の書店にね、並んだんですよ。この国を愛するために、靖国というタイトルの本が。だからもちろん、いわゆる護国神社が、あるいは靖国神社が、どういうものであるかっていうのは承知しているつもりです。ただ世界の人々に発信するためには和の精神をね、解決しなきゃいけないとなった時に、来年50カ国各国大使がお見えになる、その次もその次もって定着して、そして僕は次に考えていることがあってるんですね。考えていることが靖国モデルとも名付けてるんですけども、靖国モデル、もうその頃には各国大使とのつながりがもうできてるじゃないですか。そしたら私がね、次の提案、あなたの国でもやりませんか。これをもうこの間の9月21日もね、各国大使感激してたんですよ。日本の伝統文化書道がブワーッと書く姿に、もうみんなスマホで撮ってて、で最後に、ね、僕も書いていいんですかって言ってサインするっていう、感激するわけですよ。で、平和のため、それはいいことだって。そしたら、あなたの国でもこれやりませんかと。あなたの国のしかるべき場所に、あなたの国にいらっしゃる各国大使を招いて、そこで共に平和を願うような書道家にこう書いてもらって、みんなも書くみたいなことやりませんかと。でもしそれでね、あっちこっちで国でやるようになり始めたら、始まりは靖国モデル、つまり靖国神社が始まりなんですよ。世界中でそういう平和の催しをする、そうなった頃にはね、この靖国問題吹っ飛ぶと思って僕は思ってます。
だって35年前までは普通に総理大臣も天皇陛下もお参りされてたんですよ。ところが35年前から変な状況になって、いびつになって今に至ってるわけですから、解決できると思ってるんです。解決する方法は今僕の言ったやり方、絶対やるつもりでおります。という感じで、そのためには皆さんのご協力も必要です。ここまで5年6年とご協力いただいたんですけど、さらにいよいよここからですね、本番なんですよ。本当に世界を変えていきたいと思ってますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。ちょうど時間となりましたので、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。宮本代表、ありがとうございました。それではこれより少し休憩を挟んで、15時から第2部に移りたいと思います。休憩に入る前にいくつか、ご案内させてください。まずですね、皆様の天井をご覧いただけますでしょうか。天井前方ですね、こちらは大井城院の豪天井、花の天井が260点が奉納されているそうです。花の浄土がイメージされたとても綺麗な天井画を皆さんご堪能ください。それから後方入り口のところですね、展示してございます色紙の作品がございます。こちらは2018年と19年に世界平和の祈り in パリと称しまして、フランスで展示した和の精神をテーマにした色紙作品の数々でございます。第2部の始まりまで天井画と合わせてご堪能ください。また休憩中はですね、普段お目にかかれない方とのご交流、あるいは境内の散策などされてください。ではこれにて第1部を終了したいと思います。ありがとうございました。